めちゃくちゃ無能な人が働こうとしても、足引っ張って邪魔になるんで、邪魔になるぐらいだったら家でダラダラしながらご飯食べるといいんじゃないかなと思います。自宅警備員歴8年です。ひろゆきさん、自宅警備業界に将来性ありますか？ひろゆきさんご意見聞きしたいです。ちなみにひろゆきさんによると、世界で3番目に古い職業だそうです。いや、多分2番目とかじゃないですか、職業的に古いのは。まあ、さておき、基本的にはその、働かないという時代になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、それがなんか、5年、10年というスパンで来るのか、20年、30年で来るのか分かんないですけど、僕よく無能有能っていう言い方をするんですけど、世の中の人って無能率の割合上がってるんですよね。昭和の時代とかって工場で言われたことをやってるだけでそれなりに仕事になったっていうのがあるんですよね。でそれがどんどん機械化していって、別にもう人間じゃなくていいよねっていう状態になってきたので、言われたことだけをやれますっていう人だったら、じゃあそれ中国とかもっと人件費の安いところで作ればいいじゃんっていうことになっちゃって、何か他の人と比べて特殊な能力がある人以外は先進国基本いらないんですよね。先進国って月給20万円ぐらい払わなきゃいけないんですけど、でも別になんか言われたことやりますってだけだったら、別にそれ中国人でもアフリカ人でもインド人でもいいわけで、人件費の安い国は言われたことやるだけの人っていうのが月に3万円とかで生活したりするんですよね。まあ月給3万円とかでも地域によっては全然暮らせますっていうことがいっぱいあるので、20万円の人頼まなくて海外で3万円の人を頼めばいいじゃんっていう時代に今なってるんですよ。皆さんあんまりご存じない人が多いみたいなんですけど、海外だとそれ当然だよねってことになってて、なので若者の失業率とかって先進国だと 10% 超えるのが当たり前で、スペインだと 20% 近くて、フランスもまあ 20% 近くあったかな。フランスの場合はちょっと失業保険が美味しすぎるからあえて働かないって若者いるので、一概にその若者の失業率 20% っていうのを受け入れるのもどうかとは思うんですけど、とはいえその何か優秀な人じゃないと働けないっていう状態になりつつあるので、無理して無能な人を働かせたとしても生産性下がるだけなんですよね。手作業がそんなに得意じゃない人働かせるぐらいだったら、もう全部機械にしちゃって、機械が24時間働いてくれてミスがないようにした方がいいよねっていう方向に多分なって、人間余る状態になると思うんですよ。昭和の時代って専業主婦って言って、一個の家庭で働くのはお父さんと呼ばれる人ですと。でお母さんという人が家事をやって、で子供を育てますと、子供の教育やりますっていうので、家庭に4人いたとしても、子供2人でお父さんお母さんっていうのが4人いたとしても、働くの1人だったんですよ。ところが最近はもう共働き当たり前だよねっていうので、子供いないですっていう家庭が多分もう当たり前になってると思うんですけど、独身働きますっていう世帯だったりとか、夫婦ですけど働いてますみたいな世帯だったりとかで、子供がいたとしてもせいぜい子供1人しかいないみたいなので、なのでその人口の中の労働力割合が割と高いんですよね。で働けなくなった人っていうのが、働かないじゃなくて、もうその高齢者です、70です80です90ですとかで、もう働けないですっていう人が、じゃあ年金もらいますっていう状態になっちゃってるんですよね。っていうのがあるので、年金もらいますという人はまあ働けないのでしょうがないんですけど、ただその働ける年齢の無能の人を無理して働かせるっていうのがそんなによろしくないんじゃないので、それぐらいだったらベーシックインカムだったり社会福祉とかで働かせない方向にすればいいんじゃないのっていうのに、多分時間の問題になるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、はい。フランスでなんで若者の働いてる人が少ないかっていうと、だいたい1年ぐらい働いて1年休むと1年分の給料の8割分ぐらいもらえるんですよね。なので1年働いて1年サボって、1年働いて1年サボってってやってると、働いた年の給料が年収300万円だとすると、働いてない時っていうのが240万もらえるので、そうすると合わせてこう540万なので、年間270万円ぐらいの収入がある感じになるんですよ。2年に1回しか働いてないのに年収270万がずっと続くみたいな状態になっちゃうので、別に無理して働かなくてよくねっていう風になったりとか、あと働いてないって言いながらウーバーイーツやってますとか、その表向きの収入としてわからないようなやつ、Airbnb とかで部屋貸してますみたいな、ああいう形で副業で小銭稼いだりみたいなのがあって、でまあ小銭で100万円とか稼いだとしても、そもそもの失業保険で240万もらってて、でさらに小銭で100万もらえたら、なんかめちゃめちゃ豊かじゃんみたいなのになりつつあったりするんですよね。なので多分そういった形で表向きは貧乏で無職ですってなってるけど、本当は全然困ってませんみたいな人が割と増えるんじゃないかなと思ってるので、なので自宅警備員系は今後増えるんじゃないかなと思ってます。自宅警備員と言ってるけど、実際それが税務署とかに申告してない形で何か副業やってますみたいな人は今後は多分だいぶ増えていくんじゃないかなと思います。はい。
まあフランスの場合は現金を使うことがほぼないんですよね。パン屋ぐらいかな。1ヶ月に1回現金使うかどうかで、で本当に現金しか受け取れませんっていうのを見せても、コロナ禍以降僕ほとんどなくて、現金が必要になったのって大きめのスーパーに行った時にショッピングカート使うんですけど、でそのショッピングカートが鎖でつながってて、1ユーロ通貨を入れて薬をガチョって外して使うっていうのなんですけど、その1ユーロ通貨がないから現金が必要っていうぐらいで、なので基本的にクレジットカード払いだったり振り込みだったりっていう現金を使わない経済圏になってるんですよね。なので副業でやろうとしても、いや俺現金ねえからクレカにしてくれよっていうと、クレカを経由することで売り上げが入っちゃうんで税務署にバレちゃうっていうのがあるんですけど、日本の場合っていいか悪いか分かんないんですけど、現金社会なんで脱税超楽なんですよね。現金で受け取っちゃったら、それ受け取ってないって言い張ると税務署の側がその現金を受け取った証明っていうのをしなきゃいけないので、税務署側のコストが高いんですよっていうのがあって、まあなんでその日本が現金多いのかっていうと、政治家に悪いことした人が多いから、政治家の人が現金使いたくないっていうのがあるので、ひたすら現金社会っていうのを多分やってると思うんですけど、まあそれはさておき、日本は割とその副業だったり脱税しやすい構造になってるので、自宅警備員ですっていう名前でそういうなんか副業する人っていうのは増えるんじゃないかなと。ちょっと長い説明になりました、すいません。無職独身、小同時55歳ですが、貯金が2700万ぐらいあります。生活保護を利用しないでこのままの人生逃げ切れますかね。社会保険料と国民年金払ってます。生活費がどれぐらいかなんですけど、年金を払ってるのであれば全然問題ないんじゃないですか。なのでまあ勝ち組として、コストをあんまり無駄が遣いをしないで暮らすならいいんですけど、 YouTube 見てスパチャに880円を払ってしまうという時点で、無駄遣いをする性格の人だと思うんですよね。なので、お金足りなくなりますよ。お金を使わないという生活を心がけた方がいいんじゃないかなと思います。それ生活保護取れないでしょ。貯金なければ、貯金がないというのと、働くことができないが証明できれば基本生活保護取れますよ。働きたくないでござる。働かなくていいんじゃないかなって思うんですけど、割と僕は働かなくていいんじゃないの話をちょこちょこするんですけど、働かないで生活できるぐらい、実家です、家に金がありますとかっていう人だったら、別に働かなくていいと思うんですよ。で、ただ、暇だったらスキルを僕は上げた方がいいと思っていて、プログラミングやりますとか、何のスキルもない人が働きますってなると、肉体労働とかになっちゃうんですよ。飲食店とかみたいなね。で、コミュ力ある人だったら別に飲食店で楽しいかもしれないですけど、その時は苦手ですってなると、やっぱ飲食店きついよねとかで、で、じゃあ肉体労働でも体そのジョブじゃねえしってなると、じゃあその人無理やり働かせるよりも、なんかスキル磨いて、じゃあ簿記でも何でもいいんですけど、デスクワークできるようになって、デスクワークで時給1500円だったら、コンビニで1000円だと嫌だけど、デスクワークで1500円だったらやってもいいなみたいになるじゃないですか。なのでスキルを貯めて、この額もらえるんだったらやりたいよねっていう仕事をするためにスキルを上げるっていう意味では、別に働く必要ない人は働かなくていいんじゃないかなと思ってますけども。なんかその働く飯はうまいみたいなことで、働いてない人が良くないみたいなことを言う人いるんですけど、働かないで飯食えるんだったら働かない方が全然楽ですよ。結局誰かが働くと、その分仕事の枠が1個減るんですよね。今の日本って高齢者でも2000万円足りないとかで高齢者の人働かせようとするんですけど、そこで高齢者の人が働くと若い人の働き口が1個減るんですよ。で、高齢者で年金もらってる人が働いちゃうと、年金もらってるから別に時給300円でも働きますとかになっちゃうと、時給300円で荒くなる、じゃあ高齢者雇いますになるんですけど、そうすると若い人で一人暮らしをしたいので働かなきゃいけない人って、時給300円の仕事ってできないじゃないですか。っていうのがあって、どんどん仕事が減ってっちゃうので、もし余裕があるんだったらもう働かない方が社会のためだと思います。自宅警備をわざとしてる人って、仕事をしないっていうことによって人の職業を圧迫しないですよね。すげえ優秀な人で自宅警備員じゃなくて働いちゃいますってなると、その人が人の仕事を一つ奪うことになるじゃないですか。っていうことなので、失業者を一人増やすことになるんですよ。なので働かないってことは失業者を一人増やさなかったってことになるし、まあ今の時代は働かなくていいんだったら働かない方がいいよねっていう時代なので、なので働かないで美味しいご飯を食べてくださいって話です。ニートの人とか子供部屋さんの子供部屋さんとか、基本的にはその働いてない方々ばっかりが今2万7000人とか見てると思うんですけど、別に無能な人が働こうとしても足引っ張って邪魔になるんで、邪魔になるぐらいだったら家でダラダラしながらご飯食べるといいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。